10年前、釧路で看護師の男性が自殺したのは職場でのパワハラが原因で病院は必要な配慮をしてこなかったとして男性の両親が病院に損害賠償を求める訴えを起こしました2013年、釧路赤十字病院の看護師村山譲さんは就職してから5ヶ月余りで自ら命を絶ちました村山さんの両親は 上司からの無視や罵声などのパワハラにより発症したうつ病が自殺の原因で病院は必要な配慮をしてこなかったとして病院に6942万円の損害賠償を求めてきょう提訴しましまた。病院の考え方というんでしょうかね、医療に対する考え方をきちんと教えていただきたいなという,ふうに思っています。 訴訴についいいいいいて、てて釧路赤十字病院は、訴状がままだ届いていなないので答えられないとしています。これまで村山さんの両親は労災の不認定の取り消しを国に求め訴えを起こしていましたが先月、最高裁が上告を受理せず業務と自殺の因果関係を認めなかった高裁判決が確定していました。